最初はグー、じゃんけんほい。そっちか先行、オープンザフラッグ。ちょっと俺頑張んないとな。あんまり回せてないんだよな、このデッキ。あ、忍者対決。俺は相変わらずのマシンガンを不幸だな、これ。ドロー。マシンガンを軸にしてるジレンタらしい構築になってる。ギリギリチャラッと値札ついてるよ、またコール。あー、出た。で、サーチね、俺これ、これ入れよう、入れよう、どうにかして。どうにか枠作って入れよう、このカード。まだ入ってないし。じゃあ、試練を試練に変えます。それ強いね、試練サーチって。あれ、ナイスワン最高だぜをサーチしたような感じで、ね、やっぱこれ絶対強いな、入れなきゃダメだ。はい、おっと、アタックフェイズ2点。はい、受けた。タイルです。ドロー。ああ、即死しないように気をつけよう。チャージ、アン、ドロー。巻物設置。はい、巻物効果1ゲージ払って、巻物にカード入れてワンドロー。さらに、さらに、バディコール。来てしまった。コール。コール。さらに1ゲージ払うよ。何が起こるか。ソウルインして、わー、来てしまった。新ゴージン丸。これは1ゲージとこの白夜月影をソウルインして出せるやつだよと。じゃあらば、このままアタックフェイズ、まあ普通に破壊するんじゃないかな。破壊起きて、じゃあキャスト、はい、破壊したよ。お、モンスター破壊する、はい、センター開けたか、辛い。起きた。じゃあもう1点、2点いきます。辛い、死ぬかも。効果でセンター開けられちゃうと、うち弱いんだよな、このデッキ。ただ効果以外ではすごい硬いから、こいつ頼りになるんだけど。チャージアンドドロー。あー、こいつをセンターに出した方がうまかった。結果なんだけど、ゲージ1払って、馬に語ろう。はい。しかもうちの値札だし、これ。はい。アタックフェイズ。2回攻撃っすか？ちょっと待って。アタックフェイズ入るとき。あ、はい。ヘビニラミ。よし、今回俺のペースなんじゃない？スタンドドロー。あー、チャージアンドロー。1レージ払う。巻物に入れてワンドロー。コール、効果、あ、効果使わない、ごめん。コールなし、コール、じゃあ白夜であって、まず破壊して、うん、ちょうど5000だから破壊したいな。キャスト打ちてみよう。あ、マジか。こいつ残したいか。じゃあ、ね、こいつ破壊するよ。2攻撃する。じゃあもう1回2点。破壊したときキャスト。はい、はい、どうやってなるんですか？ここ。こっち？じゃあソウルガードする。はい。じゃあ2回目の攻撃。はい、6、残り6。ドロー。はい、チャージはしません。しません。コール。本当はこいつら直接攻撃できるんだけどね。俺ひよっちゃうんだよ。普段。はい、2ドローだね。忍者対決、ゴージンバレのプレッシャーでかいと。あ、はいはいはい。ハンドは2枚です。あ、前みたいな物販ないの。前こいつが5回ぐらい攻撃してきて。え、そんな効果なんですか？モンスター以外を捨てるところが起き上がるっていう効果。へぇ、必ずこいつがあるな。厳しいな、こいついると。まあ現状8位は通せなそうだから、場を荒らした方がいいんじゃないの。連携で7000。ちょっと待って、こいつ1000か。1000だよ、あっという間に。じゃあこいつもらうんだよね。この連携でここ、ここはソウルガード。で、こいつで試練でここ。 OK、 タイムです。いいんだろう。
はチャージ&ドロー、うん、持っていない。オッケー。手札ちょっと怪しいけどチャレンジしてる。こうじゃあ1点足りないんでごめん。サイズ、じゃあミアタック、ここやっぱ場を荒らした方がいいな。痛い、泣いた、キャスト見せられた。じゃあもう1点終わり。スタンドドロー、そうか、サイズオーバー。負けたっぽいな、負けたっぽいな。チャージングドロー、ライフ調整ってねえんだよな。バディコール、はい、アタックフィーズ、はい、あ、やっとここ突破だ。はい、割れた。チャージです。ドロー。チャージアンドドロー。ハンド1枚です。辛いな、コール、コール、俺も辛い。おう、ハンド1、1。1、1だ、同じになっちゃった。まあ、そうかな。アタック。アタック。キャスト。ああ、これが破壊だね。乗りかがり、呪いかがりです。ここ。終わり。ドロー。あ。トップ勝負。うん、ゲージ1支払って、うん、コール。うわ、強い。強いね。やっぱこいつ強いね。この時点だと、あ、でも今ゲージないんだ。きつい。月影とかがいいんじゃないか。鍵持ってないんすよ、検診モードしか。ああ、そっか、じゃあ出せないね。まあ検診モードも強いけどね、打撃があるからね。ちょっと待ってください。じゃあこいつを手札に。あ、強いな、打撃に。俺なんか負けんじゃないの、これダラダラやってて。ひよって場を荒らしすぎてライフプレッシャーかけてない。こいつで、もらえた。こいつで、はい、カエント。ドロー。長引きそうだな、これ。長引きそうだね。チャージなし。はい。ゴール。巻き物効果。白夜が持つね。ドロー。もうなくなっちゃっちゃったんです。本当だよ、やばいよ。とりあえずセンター開けるかな。終わり。ドロー。チャージ&ドロー。コール。強い。こいつでアタック。取られた。2点。2点受けた。タイムです。ドロー。チャージ&ドロー。で、1ゲージ払ってソウルインして、ワンドロー。弱いな。ゴール。やべえから中やろう。じゃあ、アタック。終わり。ドロー。チャージ&ドロー。コール。あじゃあ1000円で1点、1000円で1点、はい、こいつです。ちょっと待ってね、皆は隠し、自分を戻します。あ、1000円です。チャージ&ドロー。よし、ゴール、ゴール、1ゲージとライフ1。うわ、これ、じゃあ3点でアタック。ノーハンド。2点ファイターの、あ、こいつだな。はい、終わり。よし、お互いハンドない。ハンドないけど俺巻物があるからね。あ、エンド？エンドっすか？じゃあもう次5点、5点配慮を放置すると。ソウルから。払ってコール。はい。うん、検診モード。こいつで。まあ、こっちかね、やるとしたら。こいつドローできる。こいつです。ドロー。どっちみち2点受けるの、代わりに。チャージ&ドロー。巻物効果。1ゲージ、巻物効果。なんかモンスター来い。来た。ドロー。効果、殴る。じゃあ2点、2点。4枚。終わり。残り1、4。ただこっちはカードがあるんだよ、巻き物に。チャージ&ドロー。負けた。
さすがに詰まった。詰まりましたね。終わり？終わりです。さあ、ドローアタック、ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたと